ロバート・アーニー・カスティーヨ・ジュニアは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手。ポジションは当主。1974年にカンザスシティ・ロイヤルズに、ドラフト6位で指名を受け入団。ロサンゼルス・ドジャースに移籍後の1981年には、ワールドシリーズの第一戦に登板したが、1イニングを投げ、敬語支球、押し出しで1失点という結果に終わっている。 翌1982年、ミネソタツインズに移籍し、いきなり13勝を挙げるなど活躍した。1987年シーズン途中、シアトルマリナーズを自由契約となって、中日ドラゴンズに移籍。右オーバースローの本格派で三振を取ることより、打たせて取る投球を心情とする。ストレート、スライダー、チェンジアップ、落ちるシュート、ムービングファーストボール。 特異級は、スクリューボール。各源氏、ゲーリー・レイシッチに次ぐ、第3の外国人選手として期待された。2軍では、まずまずの成績を上げたが、9月17日の最初の、1軍当板では6回5失点で降板し味方の逆転により、勝利、2度目の当板となる9月24日には5回5失点で降板した直後にロッカールームで、自らのスパイクに火をつけて燃やし、 すぐに消し止められたもののぼや騒動となってしまった。他に、原付自転車を運転中に事故を起こしたこともあり、結局このシーズン限りで中日を自由契約になった。ドジャース時代のチームメイトだったフェルナンド・バレンズウェラに、スクリューボールを教えたのは、カスティーヨだと言われている。ありがとうございます。